掴むっていう状態で、あの筋肉を使って掴むわけですけれども、うん、一番重要なポイントは、こうならない。要するに、指の腹の状態を使わない。これ何の時間？こうやって、こちら側の、ここが当たる、ここが当たるっていうふうにやれば、これだけで使わない。これが一つ。こっちでもないですね。こうじゃない。極端にはこれだけで掴めないとダメ。あの、お豆さんをぐっとつまむときも、こうつまむと豆が逃げてくるね。こうつまむとちゃんとつまむ。だから、掴むっていうのはこうじゃない。それが握ってるだけだ。掴むっていうのは、その時に、もっと言うと、これ以上指の筋肉を動かさない。はめて、とりあえず安定したら、あとは別のところで仕事をし始める。掴むっていうのは、例えばグッズ握ってみて、こうやって、これをねじろうとするとき、指先がさらに締まるんですね。だからこの状態を維持して、パカッとはめて、パカッとはまったら、パカッとはまったら、他の場所で動かしていくんです。今動かしてねじってる場所はどこかっていうと、肘って思うんですけど、肘はこれしかしませんから、この運動はできません。実はここが動いてます。回すときに手首に力が入って、手首を意識するとニッチもサッチもいけません。これをやるとどうなるか、指先を守ろうとして指先がもっとぐっと相手に食い込もうとします。そうすると手首が固定されて肘も固定されるから回らないんです。回らない理由は何か。掴んだらここで動かし始めるっていう、そこが大事なんです。あのクレーンなんかでも持ち上げたり運んだりしてるのこっち側のモーターでしょ。みんなここで動いてると思うと、そうじゃない。ここでワイヤーを引っ張って、ここでワイヤーを引っ張ってるからグーンと。で、こっち側でグーッと運んで、さらにグーッと起こして。ということは、ここは何にももう一度、あの、動きが止まったら固定なんですよ。だから相手の、どんなに力があっても、みんな、これを期待してる。でも、ここでもこれ以上やんないから、ここがもう、ぐにゅっと回るようにすれば。握る技術は、力を入れれば入れるほど指先が締まって、指先が締まっていくと何が起きるか、手首が固まって、自分の力が相手に届かなくなる。それが一番問題です。だから、鷹の爪の技術で、例えば肘を掴んだとします。あのベタベタな鷹の爪なんで、あの下手くそな鷹の爪でも、ちゃんとこうやることをやらないで、ふわっと掴んだと肩がふーっと動いていくようにしたりすれば、仕事はできますよね。ここら辺をグッと握られますから、よくこうやって返す技術がありますね。で、ここで、これをやるからだ。この状態を維持したまま、肘を下げても回りません。肘を回してるだけなんで、回りません。肩がぐるっとめくれるように使う。あの、力んでないように見えますが、ここが力んでないわけです。ここが力んでない。だって相手の体をねじくるぐらいの力が発生しないと相手はねじれないんです。だからイメージとしてこうだと思ってます。皆さんがやってるのはこれです。僕のやってるのはここは固定して、この角度変えない、ここの角度変えない、ここがうんと動いてくる。っていうところかな。今までの説明を一番昇華させて実用品として使うのではございません。